侵攻を始めた。27日、街道を取った軍は、クジラ波で桑名藩軍と大規模な衝突をする。同じ頃、山道を取った軍団は、小千谷を目指し、会津藩ほか旧幕軍と交戦しながら進み、28日、小千谷を占領する。おお、これが榎木峠か。こっから先は長岡半城。しかし妙じゃの。何が妙じゃ。この峠を俺たちに抑えられることは、長岡藩にとっちゃ二回を取られても同じ格好だ。戦う気なら当然陣を構えてるはずなんじゃな。長岡藩に戦意がないっちゅうのは、ひょっとすると本当かもしれない。いや、考えてみりゃ、俺たちは最初から長岡藩を敵と決めてかかり、どういう腹なんか一度も訪ねてみようとせんかった。奴らが合図と同調してるのは分かりきっちょる。我々の勢いに押し気づいて榎木峠を捨ておったんじゃ。このまま一気に押し込めや、長岡城は落ちるぜよ。逃げるな。ええかい、岩村。俺はこれから柏崎へ帰るな。俺が吉っちゅうまで長岡藩へ兵を動かすな。若造の手に負える相手じゃない。何もせんでおらへんですろ。何も。おい小僧、膨れちょりゃ。新政府に人材はないんか。経歴っちゃ坂本龍馬が死んだのも知らんと、土佐の田舎から龍馬を頼って出てきて鳥羽伏見のあたりをうろうろしとったっちゅうだけじゃないか。あげな奴に軍艦などっちゅう権力を持たしてしまって、ろくでもないことを起こさんにゃいよ。5月2日、小千谷の次元寺で長岡藩と新政府側との談判が始まった。次の助の狙いは、新政府旧幕府いずれにも属さない長岡藩の自主独立にある。長岡藩の河合次の助と申します。軍艦岩村誠一郎。こんな若造か。せめて長州の山形京介か薩摩の黒田良介に会えると思った。長岡藩のこれまでの振る舞いは天朝からご覧あれば不都合なことは少なくありますまい。詫びる言葉もございません。ただ藩内二つに割れ、反論一定説、さらには会津桑名米沢などの諸藩兵が城下に入りきたり、薩長に応ずるならば開戦すべしと同盟を迫り、小藩のことゆえ無下に跳ねつけるわけにもいかず、あれやこれやで時がたち今日に至ったものでございます。ともかく今しばらく時を貸していただきとうございます。さすれば必ずや反論統一かつ会津桑名米沢などの諸藩を説得し、越後大宇の地に戦乱の起こらぬよう相努めましょう。嘆願書でござる。ぜひぜひ報徳府にお取り次ぎを。取り次ぎはできんぜよ。うかうか時を稼せば戦備を整えるだけじゃ。おいじゃなめるな。一遍も朝明に報じる誠意も見せず嘆願書を差し出す中は無礼じゃろう。お怒りはごもっともでござるが、岩村殿、問答は無用じゃ。あの通り問答は無用でござる。ただせめてせめてこの嘆願書を取り次がん。その必要はない。あとはただ公園の中で相まみえるだけじゃ。お怒りはごもっともでござる。しかしながら、しかしも何もない。おいしい、何べん言えばわかるんじゃ。おい、岩村殿、お願いでござる。今しばらく、しばらく離せ、離せ。岩村殿、お願いでござる。
Thank you.